弁慶の足だって。日本昔話に出てくるお堂に向かって、こんにちは、こんにちは、こんにちは、これ大きくない？おお、ちょっと写真撮ろう。うん、すごい緑が近いね、ここ、弁慶の足だって。弁慶の足跡だった。スケールがすごいね。うん、いや、こんなとこ知らなかったよ。でしょ。うん、むっちゃマップ知っててよかったでしょ。ほんと、つまり外れもあるけれど外れって言ってもな、休館日だったりとかさ。あー、休館日外れ結構むっちゃんマップ多いよね神秘的な感じですね。え、違うでしょ、むっちゃん語録には神秘的だっけ高野山の時とはまた違った感じが、うん、きっともしかしたら熊野大社がこんな雰囲気だったのかななんて思いながら、まあ行ってないからまだね、うん、あれなんですけど、いたらしいってちょっと行ってみよう。行ってみよう。うん、この岩に神様が出現するって伝えられてるそうです。石の階段が素敵だね。苔と石とこの何シダ植物、本当に滑りそう、気をつけないと。上も下も緑があって涼しいね、気持ちいい。なんかここパワースポットみたいだよね。あ、みたい。雰囲気が全てって感じだよね。鳥居でさ、綺麗にさ、しのりになってたりさ、白く塗られていてさ、綺麗と思うけどさ、このもう、ほんと木そのままのがすごいなと思うね、綺麗だなと思うね。うん、すごいね、厳か感が、うん、半端ないね。うん、生地高野山は人が多かっただけに、子供がいそうな感じだね、緑が。ああ、そう言われればまさにそんな感じだよね。うん、なんか沢田ろうそく祭りを思い出すような感じの長い感じを、階段が、うん、日本昔話に出てくるお堂に向かってとかいうシーンだよね、これ。ただ今小坊主たちでしょ、お嬢様お嬢様って言ってっていうシーンでしょ。お嬢様というお嬢様から悪さをばっかりする坊主が、あそこに行ってこいと言われて、あ、でしたら怖いのがいて、はい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 、お嬢様お嬢様って
今走ってる最中みたいな。うん、そうそうそう。ここが一番遠いところかな。そう、奥の多分奥じゃないかな。ね、駅上がってる。うん、まだ駅。アンタンの守護神だっけ。いや、いいとこだったね。うん、来れてよかった。ちょっと知らなかったのが申し訳ない感じで。いや、でもそうやって多分メジャーな観光どころじゃないから綺麗が保たれてるのもあって、うんうんうん、るんじゃないかな。そうだね。うん、とっても良かったよ。うん、うん、穴場スポット、うんうん、福江魅力いっぱい。もう押し付けてきたよ。それちげえよ。その気もちげえよ。ゴロゴロしてるな。何のこと道みたいな。この辺の子なんですか。尻尾でパチンされた今。ありがとうね。なんか神秘的な感じ。何神秘的。神秘的感じ。神秘的。いただきます。花粉症の時期我慢していたトマトを食べるわよ。え、なんで我慢してるの。なんかトマトで花粉症かとかいう記事を読んで。そうなの。ネット記事に左右されて、うん、ちょっと我慢してた。これなんだ。これ、うん、うまっ、うまっ、うん、うん、うまっ、うん、たまんないね。感じが、うん、噛めば噛むほど、うん、うん、エリカスの灰、うん、です。エリカスね、レモン汁も合う。そうなの。うん、うーん、マジうめえなこれ。うん、でもこうやっても野菜がこう一緒に和えられてると、うん、ご飯で食べれる。本当に単品だと本当つまみで美味しい。うん、うん、今日はデザートです。ねえ、今日はありますね。さあ、これね、うん、
昔は嫌いだったけど、ヨーグルトの最近美味しく感じてきたよ。多分年取って味覚変わってきたんだよ。違ってんじゃない、ヨーグルト。お酢飲んでるからこのぐらいの酸っぱさだったらとかもあるかもしれないね。そういうことか、うん、酸っぱい経験値が上がってるのか。うん、多分今まで経験しなかったからダメだったんじゃない。はい、ごちそうさまでした。